トヨタグレーン H0 ハイブリッドはトヨタ自動車がルマンハイパーカー規定に基づき FIA 世界耐久選手権の発売を予定している。そしてグレーンスーパースポーツをベースとするハイブリッドプロトタイプ車用で WEG の新たなトップカテゴリーに参戦すると予告し2020年のルマン24時間レースでグレーンスーパースポーツの試作車がデモ走行を行った。 ただし、実際のところグレーン010ハイブリッドは、グレーンスーパースポーツのレース仕様改造車ではなく、完全に別設計の純レーシングカーである。ロードカーは、衝突安全性能など世界各国の法規制に、対応する条件がいくつもあるため、市販車をレーシングカーにするアプローチは踏まず、プロトタイプカーの子供と市販車の子供にする選択を、しました。t s で磨いてきた。 レーシングハイブリッドの d n a を2台の車に移伝させる考えですという形になった。2016年の TS050 ハイブリッド導入時から続いてきた赤、黒、白のグレーンブランドカラーは継続されたが、2021年仕様のヤリス WRC と同様にグレーンの文字をイメージしたデザインに変更された。ドライバーは昨シーズンに引き続き7号車を マイク・コンウェイ、小林カムイ、ホセ・マリア・ロペス、8号車をセバスチャン・ブエミ、中島・カズタカ、ブレンドン・ハートレイがドライブする。2020年10月にポール・リカール・サーキットで非公開のシェイクダウンを行い、12月にアルガルベ・サーキットで2度目のテストを行った。テストはセバスチャン・ブエミ、マイク・コンウェイ、ブレンドン・ハートレイが担当した。 2021年1月25日にネット上で正式公開された。3度目のテストは2月にモーターランドアラゴンで行われ、中島和隆と小林カムイを含むレギュラードライバー全員がテストした。ルマンでは7号車がポールポジションを獲得。決勝ではオープニングラップで8号車がグリッケンハウスレーシングに追突されるが盤石の位置からに体勢を築く。 しかし折り返し前後で2台とも燃料系トラブルに見舞われたため、本来より少ないでの周回を強いられ、ドライバーもマイコーナーで異なるボタン操作を求められる事態に陥った。幸いチームの解決策は的確なものであったため、リードを守りきり、最終的にはランデブー走行での1から2フィニッシュで、トヨタは4連覇を達成した。 詳細はトヨタガゾーレーシング公式サイトを参照。ありがとうございます。